アイテム番号 SCP-393JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-393JP は現在の携帯に適した大きさの緩衝材を詰めた不透明なケースに入れた上でサイト8181の低強緯度物品保管ロッカーに保管してください。SCP-393JP の転移を防止するため、SCP-393JP を直接視認しないでください。もしも SCP-393JP を直接視認した人物が SCP-393JP の破壊を試みた場合、直ちに拘束し、A クラス記憶処理によって影響を取り除いてください。説明、SCP-393JP は様々な動物を持ったぬいぐるみです。SCP-393JP は口述する特性によりそのモチーフやサイズを変化させますが、どのような形態においても材質や構造に一般的なぬいぐるみとの差異は見られません。しかしながら、SCP-393JP はそれに見合う強度を一貫して持ち合わせておらず、比較的容易に破損します。SCP-393JP を直接視認した人間は、SCP-393JP を破壊したいという衝動を感じます。衝動の強さには個人差があり、かつ、より多くの精神的ストレスを抱えた人物ほどより強い衝動を感じる傾向にあります。この衝動は SCP-393JP が口述する原因によって一時的に異常性を喪失するまで継続しますが、それ以前でも A クラス記憶処理によって除去することが可能です。SCP-393JP が一定以上の損傷2を受けた場合、SCP-393JP に何らかの損傷を与えた3人物、以下、加害者と故障の精神的ストレスが大幅に軽減され、SCP-393JP は異常性を転移の瞬間まで喪失します。SCP-393JP は自身が一定以上の損傷を受けてから24時間以内に、その地点から半径 20km 圏内のランダムな人間の眼前に転移します。転移後の SCP-393JP は別の形態に変化しており、以前受けた損傷は完全に修復されています。そして、転移と同時に、加害者1人につき特定の人物1人が、SCP-393JP が前回受けたものと同様の損傷を受けます。なお、加害者おのおのの身近な人物が、この異常効果の対象として選ばれやすいことが判明しています。SCP-393JP は、県で連続して発生した、県の暴行、変死事件の調査中にその存在が発覚し、回収されました。その後、一連の事件の関係者全員には記憶処理が施され、事件の隠蔽にあたって、強盗、や、猟奇殺人、等の、それぞれ適切なカバーストーリーが適用されました。インタビューログ39303、2010、年、月、日。対象、吉田。インタビュアー、博士、吹き。対象は SCP-393JP が関与した変死事件の関係者である。録音開始。博士、インタビューを開始します。事件の前に何か変わったことはありませんでしたか？吉田氏、はい。あれは残業で帰りが遅くなった日のことでした。あの日は仕事がうまくいかなくて苛立っていたのを覚えています。それでヘトヘトになりながら家に帰っている途中、象のぬいぐるみでした。信じられないかもしれませんが、笑顔の象のぬいぐるみが目の前にいきなり現れたんです。博士、別に疑いはしませんよ。続けてください。吉田氏、ええ、そのぬいぐるみを見たとき、なぜか驚くより先に、なんで俺はこんなに疲れているのにこいつはヘラヘラしているんだと、無性に腹が立ったんです。その後は夢中になってぬいぐるみをボコボコにして、引きちぎって、真っ二つにした後、持っていたライターで燃やしたんです。なんで私はあんなことを、うめき声、博士、吉田さん、大丈夫ですか？吉田氏、ああ、いえ、何でもありません。それで、あのぬいぐるみを壊した後は妙に気分がすっきりして、それまでイライラしていた自分がなんだか馬鹿らしく思えてきまして、ぬいぐるみのことは気かかりでしたが、
そのまま家に帰りました。博士、ふむ。よしだし。玄関を開けて家に入ったら、もう遅かったのに。娘が起きて出迎えてくれたんです。一人娘でした。もう寝なさいとつい言ってしまったんですが、内心嬉しかったんです。この子のためにも頑張らなきゃな、なんて思ったりもしました。あの笑顔は。博士、遮って、なるほど、次の日はどうされました。よしだし。少し話がはぐれましたね。次の日も仕事だったので普通に出勤しました。その日はなんだか気分が良くて、仕事もはかどったおかげで前の日よりも早く帰れたんです。家では久しぶりに家族で食卓を囲んだりもしました。娘は幼稚園のことを楽しそうに話してくれました。今度のお遊戯会に行く約束もしたんです。その後、アスナ4を先に寝かしつけたんです。それで、博士、それで、どうしたんです?よしだし。それで、妻とリビングにいたんですが、しばらくしたら、アスナが、声がして、沈黙。博士、吉田さん、吉田氏。ああ、おえつ。部屋に行ったら、アスナが、叫んでた。それから、叩きつけられたみたいに、飛び出て、引けて、鼻が、耳が、それで、アスナが、頭から、割れて、燃えた、もっと赤く、燃えたんだ。うめき声、ぬいぐるみと同じ。違う、そんなわけない。でも、俺を見てやめてって言ってた。泣き声、そんな、嫌だ俺じゃない。俺がやったんじゃ。博士、インタビューを終了します。録音終了。インタビューログ39306、2010、年、月、日。対象、浜野。インタビュアー。博士、吹き。対象は SCP-393JP が関与した暴行事件の被害者である。なお、インタビューは対象が会話が可能な程度まで回復した後に、対象が入院している財団の医療施設で行われた。録音開始。博士、こんにちは、浜野さん。調子はいかがですか?浜野氏、ええ、おかげさまで大分落ち着いてきました。手足のない生活には、まだ慣れませんけどもね。博士、そうですか。ところで、本日は浜野さんにお聞きしたいことがあるのです。浜野氏、何でしょうか?博士、浜野さん。なぜ貴女は事件以来息子さんとの面会を拒んでいらっしゃるのですか?浜野氏、それは、博士、事件と何か関係があるのでしょうか?もしよろしければお聞かせ願えませんか?浜野氏、はい、あの日、息子に夜食を届けに行った時のことです。当時、息子は受験勉強でほとんど部屋にこもりきりで、顔を見たかったんです。でも、博士、浜野さん、浜野氏、部屋に行ったら、息子が突然殴りかかってきて、それで、手足と目を、こんな、泣き声、博士、ふむ。では浜野さん、あなたは息子さんから暴行を受けた。そうおっしゃるのですね、浜野氏、ええ。そうです。博士、しかし浜野さん。息子さんはそのような事実を証言してはいませんよ。浜野氏、何ですって、博士。それに、現時点では、それを裏付ける証拠も見つかっていません。第一、息子さんがどうやって素手で手足を引きちぎることができるのでしょう。浜野氏、そんな、確かに息子にやられたんです。本当です。博士、浜野さん、落ち着いてください。お体に響きます。浜野氏、本当なんです。本当に息子が、おえつ、優しい子だったのに。なんであんな、博士、インタビューを終了します。控えていた助手に、彼女に鎮静剤を、浜野氏、なんで、泣き声、録音終了、終了報告書、インタビュー後、対象を含めた家族全員に記憶処理を施した。しかし、対象にのみ記憶処理の効果が現れず、引き続き、息子から暴行を受けた、と主張した。対象は現在も息子との面会を拒絶し続けている。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録。またはお気に入り登録をお願いしますです。
ですんですん。